これ、レフホルダー。あ、今もう自然とつけてしまいましたが。レフホルダーって言って、これも日清の出してるやつなんですけど、レフ板を固定してくれるホルダーです。私の説明、そのままなんだよな。で、まあ、レフ板、皆さんご存知のレフ板ですね。一応後ろ側にしようかな。日清のミシン。レフ板で、こう持ち手が1個ついてて、持ちやすいというものです。こんな感じです。とりあえずレフ板買っとくかっていう人も持ってる。とりあえず持ってるっていう方は結構いるんじゃないかな。ストロボ買うよりレフ板買う方が早いかもしれないかな。はい。で、でも自分でこうやって持ちながら、こうやって取るのすごい大変なんで レフホルダー、こんな感じで、スタンドで、立てて、レフを持っていてくれる便利アイテムがあります。直射で、レフでちょっと影を弱めるみたいなのやってみようかな。どう？ とりあえず。まあ、影を、まあ、これも光を反射してくれるので、影を薄めることができるっていうことですね。さっき壁板した時に分かったと思うんですけど、反射の光ってめっちゃ弱いですよね。なので、このレフ板も弱いです。反射の光が。なので、こんな感じで、遠かったりすると、全然効果がなかったりします。なので、レフ板使うときは、基本、できるだけモデルさんに近づけて使う。です。で、まあ、今、上からライティングしているので、まあ、それを受けて、光を反射する感じなので、まあ、斜め下側から当てるような感じだと効率がいいかなと思います。なので、ちょっとこういう F 板使うとかっていう時は、まあ、だいたいアップの撮影とか。ああ、かわいい。やっぱ上ぴっから撮るとたり。かわいい。いや、そうです ね。そう、女の子はね、上から撮ると上かかわらいい。撮るとかわいい。かわいい。ちょっと銀レフにしてみようかな。勝手にどんどんやり始めた。ちょっと裏返すか。最後にもまたレフなしも1枚撮ろう。光量変えちゃったから。両手でギュッてやると、あまりやすいよ。あ、ありがとう。あ、普通にはまってる。さあ、かわいい、いきます。はい。あ、いいですね。楽しいな。こんな感じ。あ、待って。レフなしも撮るんだった。楽しくなっちゃった。レフなし。いきます。オッケー。あ、でもこれもいいよね。普通に、レフなしでも綺麗だな。はい。こんな感じで、直射で、白レフありなし、銀レフあり、撮ってみました。ちょっと、なんだ、箱馬に、乗って、ちょっと上から撮ってます。私、女なんで背があんまり高くないんで、ちょっと上から撮ると、やっぱより可愛いですね。ほしいかさん、顔の感じ的にも上から撮るとすっごい可愛い。で、これが銀レフです。全体に明るくなったの分かりますね。で、あと、目にキャッチが2つ入ってます。可愛い。可愛い。直射の、メインの光と、銀レフからの反射の光がピカって入ってます。白レフもアップにすると、こんな感じで、よく見ると白レフが映ってるの分かりますよね。さっきの銀レフのピカって光の位置と同じ位置に白レフがうっすら映り込んではいるんですけど、反射が弱いので映り込んでもうっすらと映ると。で、銀はすごくピカッとはっきり映えるので、もう一個ライトが置いてあるぐらい、こんな感じで2個ライトがあるぐらいにキャッチが入ると。ので、キャッチの光、目の光も2個になる。キラキラですね。